まばゆいまでの輝きを放つ大学トップアスリート。今回の総集編はさらなる高みへ自らを追い込みプロの道を目指す3人の男子アスリートが主役。大自然と戦い最高の景色を求めるサーファー、揺るぎない真の強さを持つ努力のゴルファー、そして日本代表候補に名を連ねる名門校のキャプテン。積み重ねてきた研鑽の日々とその先にある未来、彼らが残した全日本インカレでのドラマとは。ザ・スターズ、夢にかける情熱と激闘、その輝きを記録する。まず一人目は城西国際大学サーフィン部の古田龍之介。プロサーファーを目指しトライアルの大会に参加しながら大学スポーツにも打ち込む男の目標は、やっぱり最後の試合しっかり締めくくりたいなとは思います。2017年にアマチュアの年間チャンピオンに輝いた古田選手。そんな若き才能の持ち主が最後に狙うのが全日本インカレ。2017年に一度手にしたものの前回は3位に終わり苦渋を味わいました。僕結構その波選びっていうのが苦手で、でなんか試合とかでもそれが原因で負けちゃったりするんで、時間が制限されてる中でいかにその自分がいい波を乗らなきゃいけないんで、それが結構難しいです。試合は自然と対峙するスポーツだけに、あらゆるシチュエーションを想定しながらどんな波にも対応するためのスキルを磨きます。朝はめちゃくちゃクオリティも良くて全然いい練習できました。早朝海で練習した後に訪れる校内の食堂は仲間と過ごせるお気に入りの場所。すごい上手いですね、サーフィンは。すごく上手くて、もう昔から知ってるんですけど、やっぱもちろん同じ大学同じクラスでやっぱ尊敬もしてるし、一緒に入ってたりしてとてもすごい選手です。いやもう大事ですね、はい、めっちゃ大好きです。オンとオフを使い分けながら練習に打ち込む日々。最後の集大成となる全日本インカレはすぐそこに迫っていました。そして迎えた大会当日。7つに分けられたカテゴリーの中でサーフィン上級者が出場するトップクラスには10名がエントリー。1回戦を終え3名ずつ2つのグループに分かれ行われた準々決勝。8本までのライディングのうち得点の高い2本の合計得点で争います。コンディションが悪い中でも古田選手は練習通り1本ずつの波に集中します。安定して技を繰り出した古田選手は上位2名に入り準決勝進出。しかし準決勝ではうまく波を捉えることができず、相手の巧みなライディングの前に決勝進出を逃してしまいました。それでも翌日に行われた3位決定戦では
これまでの鬱憤を晴らすかのような見事なライディングを見せます。古田選手は全日本インカレで有終の美こそ飾れませんでしたが、この経験を糧にさらなる成長と輝かしい未来へ歩み続けます。続いてのアスリートは同志社大学ゴルフ部の高橋周平。5歳からゴルフを始めた男が目指すものとは。子どもの時から、プロゴルファーになりたいっていう夢があったんで、そこの夢に向かって、悔いが残らないようにはやっていきたいと思ってます。1年生から団体戦に出場し即戦力として活躍してきた高橋選手。周りの友人は彼のことをどう見ているのでしょうか。ちょっと変な部分もあり真面目ですよ。特にゴルフに対しては。今日授業中スマホ見とって何見てるんかなと思ったらゴルフの自分のフォーム確認してました。話したらやばい。全部ビール全部死ぬ。常にゴルフのことが頭から離れない。これにはある人物との出会いが大きく影響していました。自分が小3の時に今世界で活躍しているプレイヤーのロリー・マキロイっていう選手なんですけど、お会いしたのがきっかけで、それからずっともう練習に打ち込むようになりました。プロとしてなんかお客さんに見てもらいながらプレーするのがかっこいいなと思ったんで、純粋にそれがいいなと思って、はい。中学2年生の時には英語もままならない中単身で渡米。そんなストイックな性格を持つ高橋選手の強みとは。昔から綺麗です。1年の時から基本がすごいできてて、ものすごく低い球打てるところですね。低くて曲げないドライバーショット、あんだけ低い球打てるのはなかなかいないんじゃないかなと思います。パッティングの距離感がどうすれば良くなるかっていうのを研究させていただいておりまして、パッティングの距離感がすごいいい選手です。非常に精度が高いと思います。ラインの読み方さえ合ってれば絶対に入る確率は他の選手よりも高いかなと思います。フォローの方が長いですか、これ見た感じ。フォローの方がそうやな。あ、そうなんですね。めっちゃ意識的にフォロー短くしてるんですけど。先輩にも積極的にアドバイスを求める高橋選手には叶えたい目標がありました。大学でしか団体戦できないんで、チームで全国日本一っていうのは一番の目標です。歴史ある同志社大学ゴルフ部がまだ成し遂げられていない偉業へ、その挑戦が始まります。戦いの舞台は日本オープンを開催した実績もある千葉カントリークラブ梅里コース。15校が参加し18ホールのストロークプレーを2日間行う団体戦。出場5人のうち上位4名の合計ストローク数で争います。初日に10位と出遅れた同志社大学は2日目に巻き返しを図ります。1番、2番とボギースタートになった高橋選手。5番で1つバーディーを返すと、続く6番。このロングパットを見事に決め、イーブンパーに戻します。さらに9番。この日はパットの距離感が冴え渡ります。
高橋選手のバーディーに負けじとチームメイトも奮起。13番のパー3で田中慎之助選手はワンオンに成功すると、このバーディーパットをねじ込みます。そしてここまでバーディーを3つ奪っている高橋選手、13番でもバーディーチャンスにつけると、この日4つ目のバーディー。その後もチーム一丸となり追い上げを見せる同志社大学ですが、トップとの差はなかなか縮まらず10位でフィニッシュ。そして最終ホールでバーディーを奪った東北福祉大学が日本大学を振り切り大会2連覇を成し遂げました。次こそ同志社大学の悲願達成へ、高橋選手は夢に向かってクラブを振り続けます。そして最後のアスリートは立命館大学男子ホッケー部の加藤良生。近年全日本インカレ優勝から遠ざかる立命館大学、5年ぶりの日本一へ新たなチーム作りを任されました。相手がどんなチームでもやっぱしっかり勝ち切るようなチームを作っていきたいと思ってます。この日は日本リーグや全日本選手権を制した社会人チームとの練習試合、新チームの現状を見極める上でも大切な試合です。人に来てたら退場する。一人一人が勝手に動くからそうなる、はい、落ちるんやったらこの二人上げるとか言わなあかん、はい、言ってるんですけど、そうそうそう、だから上げてでも聞こえてないんや、言われたことは一回受け入れなあかん、指摘されてるから、はい、でも俺はこうやでって言ったらもう喧嘩せんやん、はい、そこでなんかもうデンとかやったらもう一生どっちも上手くならんから、はい、合わせも受け入れんか、あんま怒るタイプじゃないですけど、やっぱ怒らなあかんとか怒ったり、そういうキャプテンとしてのなんか自覚というかしっかりしてくれてると思います。緩いチームになってしまって、まあ、常に怒るわけじゃないんですけど、やっぱ言うときはちゃんと言って、ホッケーになったらやっぱ違う、学年とか関係ないんで。どんどん呼べよ、もっと大きい声でプレスかって大きい声で言うたり、なんかふわーふわーってなってるやん。フィールドの格闘技とも言われるホッケーに魅了され、日々高みを目指す加藤選手は監督も一目置く存在です。まあ、今の学生やったら得点力で言えばもうナンバーワンですし、日本リーグでももう得点を取ってますんで、もう一段伸びれば東京オリンピックを狙える選手だと思ってるんで、今年のチームを引っ張っていくっていうのはやっぱり加藤しかいないんで、僕の方から指定しました。社会人の強豪チームを相手に接戦を繰り広げた立命館大学、今後のチームの成長が期待される結果となりました。みんな仲いいんで、そういうコミュニケーションはうまく取れてると思うんで、そこをもっとしっかりしていけばいいチームになるかなとは思っています。チーム力を向上させ迎えた学生最後の全日本インカレ、立命館大学は2回戦から登場。キャプテンの加藤選手を中心に序盤から猛攻を仕掛ける立命館大学は、学習院大学を相手に11対0と圧倒します。その勢いに乗り準々決勝準決勝と僅差ながら競り勝ち、5年ぶりの優勝まであと1勝に迫りました。
ので決勝も、まあ、今までやってきた通り全員ホッケーで全員で攻めて全員で守ってしっかり勝ち切りたいと思います。相手も5連覇かかっているチームなので、まあ、しっかり頑張りたいと思います。ここまで来たらまず気持ちやからな、昨日ぐらい走って、まあ、先制されてもテントです。緊迫した決勝戦、先にチャンスをつかんだのは山梨学院大学。セットプレーのチャンスを生かし、まずは山梨学院大学が先制します。立命館大学は加藤選手にボールを集めますが、思うようなプレーをすることができません。それでも気迫のこもったプレーを見せると、立命館大学にセットプレーのチャンス。チーム全員で奪った貴重なゴールで立命館大学が同点に追いつきます。さらに勝ち越しを狙う立命館大学、しかし山梨学院大学も懸命にディフェンス。そして試合時間残り3分となった時でした。カウンターから山梨学院大学が鮮やかなゴール。これが決勝点となりました。キャプテンとしてチームを率いた加藤選手、優勝こそ逃しましたが、その目はすでに先を見つめていました。次の夢、オリンピックに向かって再び歩みを続けます。